1位はマコチームです。なぜならパフォーマンスのレベルが一番難しかったからです。次はミーチーム、次はニナチーム、最下位は残念ですけどリクチームです。そしてついに一生ワンよりはいい順位が欲しいんですけど、前回は5位だったのでそれよりも高い順位を取りたいなって思います。では順位を発表します。2回最下位になったら脱落です。13位を取れば脱落の危機、ついにその順位が決まる。諦めたくはないんですけど、もうその2回13位になったらもう脱落っていうルールだと思うので。いる意味だ。マヤさん、マヤさん、おめでとうございます。初めて個人の評価で1位っていう、こんな素晴らしい順位を取れて本当に嬉しいです。韓国合宿で急成長を見せるマヤが堂々の1位を獲得。これからももっと頑張らなきゃいけないなっていう、そのいろんな思いが混じります。イウィ、リマさん、오늘은정말아쉬울게없었어요。뭐점수를주자면정말100점딱리마는ありがとうございます。期待以上のパフォーマンスを見せつけたリマが2位に。そして4位には予想外の人物が。リクさん、おめでとうございます。두팀이너무극과극이었어요。리쿠는정말빛난다。근데그냥혼자다했어요。고음노래춤미션ごとに成長した姿を見せる리쿠、その可能性が評価された。팀은비록졌지만리쿠상은그팀속에서정말빛나보였습니다。おめでとうございます。이참가자를5위로선정할수있어서제가정말기쁩니다。아까리상아까리와脱落の危機をチャンスに変えた。初めてこんなに高い順位を取って J.Y.Park さんに本当に感謝をしています。ありがとうございます。6位、7位、8位はこのような結果に。7位、彩香さん。8位、リオさん。そして最後の追加キューブを手にしたのは。ニナさん、こちらへどうぞ。おめでとうございます。となるのは12위유나상、그리고아쉽지만13위모모카상입니다。모모카상도다음미션때꼭멋진모습보여주길바랄게요。次回の虹かけは虹っ子たちがまさかのバラエティ企画に挑戦。さらに K-POP のあのスターも登場。虹っ子体育祭の開催です。さあ、의자が5개고요。ちょっと待って、マコの方がいいと思います。나잘모르겠어라는건지痛い痛い耳耳すごい